はい、ありがとうございます、はい、ではスタートお願いします。はい、よろしくお願いします。初めてリリースした新版モジュールのお話という形で、話させていただきます。はじめまして、私 ISSM 岩田と申します。まあ、こんななんかそれ自転車にそれっぽく乗っているような写真で、優勝さまれております。まあ、名古屋の隣のあたりから来ました。まあ、背景としましては、ちょっとまあ仕事の方で、まあ、例えばその、データベースに入れるような、ある単位のオブジェクトなんかを作ったときに、まあ、それに相当する、まあキーの文字列、これあのデータオブジェクトを作るごとに、まあ、その1桁のようなこう1文字ずつ、まあ、文字コード的にインクリメントしていって、まあ、そのような仕様のもとで進めていたんですが、まあ、その上を実装して、まあ、それを使う際に、本来の仕様上数字とか、アルファベットのみで定めていたんですけども、どうやらなんかそれをオーバーしてなんか、括弧だとか、スラッシュだとか入って、この その文字列をもとに、なんか何かしらこうファイルパスを生成するような処理をしたときに、まあ、いろいろちょっとエラーが起こって、ちょっとまずいことになったなって感じになる。まあ、そんな背景、まあ、結局どうしたいのかってことで、文字をインクリメントできる、あとはそのインクリメントのルールをまあ決めることができる、まあ、そんなようなことがしたいという思いになりました。でも実際、シーパーモジュールにそういったようなものが、まあ、見当たらない感じだったので、ちょっと自分で書いてみました。それはストリングインクリメンタルという名前です。まあ、これは先ほどの思いの通り、文字をインクリメントできる、まあ、そのルールをまあ指定したりできる。まあ、シノブシス的にはこんな感じです。まあ、Sprintf 的に、パーセントイコールというものを使うことで、そこに、インクリメントのルール、文字の集合なんかを指定します。まあ、例えばさっき、この、サンプルコードですと、まあ、こんな感じで、一応右の端ですと ABCD という文字の集合、その隣でその0、1、2というような、そういった集合で、これらはこの集合の中でのみインクリメントしていったりループしたりしていたりします。例えば、プラスプラスします。そうすると、1個進んで1桁目の A が B になる。まあ、こんな感じでどんどん進んでいって、この1桁目が、最後に来た時にプラスプラスすると、まあ、桁上がりが起こります。まあ、こんな感じでずっと最後に進めていって、まあ、これ最後になってこれプラスプラスすると死にます。まあ、これだけの文字ですね。でこれを、プレパンへ上げてみました。まあ、そうしたら、私にとっては初めてのコメント、インタレスティングアイデア I think it deserves to be released and、まあ、そんなのが書かれてます。なんかポジティブっぽいなということで握るリリースをしてみました。そして、私としましてこの、人生初めてのシーパーモジュールをリリースすることができました。でそのリリース日なんですけれども、2010年4月18日、この、4月18日というのは、皆さんご存知の、広末涼子さんの誕生日でございます。でこの日は、くしくも、私の誕生日でもございます。ありがとうございます。あ、そういえば、シーパー見てみよう。ということですね。そうしたら、時刻が、あれ、ジュライ17日、7日。あ、それは時差。あ、世界が厳しいなと。あ、そうだ、メタシーパーどうなんだろうと思って見てみたら、あ、18だ。と思って、ただ、カードをやってみると、やっぱり、4月17日。やっぱり世界が厳しいなと。そんな感じで、ご清聴ありがとうございました。の前なんですけど、ちょっとワンモアシングという形で、ちょっとこのスライドを作るにあたり、ちょっと先ほどありましたの GPM イベントの方ですね、ちょっと名古屋 PM の人間の一人として前に出てこなかったことをお詫び申し上げます。失礼しました。そんなことで、ご清聴ありがとうございました。